りから基本的にゆっくり行きますんでね、お写真通りに多少動いてもらって大丈夫です。でこの辺りからだいぶ上岸に木がたくさん生い茂ってきましたが、これらがマングローブと呼ばれる植物たちです。この島に来る方のおそらくほとんどが誤解されてるんですが、実はこの中にマングローブっていう名前の木って一本も生えてないんですよね。マングローブというのは亜熱帯地方の海水と淡水が混ざる汽水域、そして潮の満ち引きの影響を受ける潮間帯、これらのエリアに生える植物の総称を指します。なので例えばゴリアジャングルの中いろんな木が生えてるんですけど、その中に森またはジャングルっていう木が一本もないのと一緒です。あるいは標高が高いところの植物にまとめて高山植物って呼んだりするのと一緒で、マングローブっていうのは特定の植物一種の名前ではないんですね。このマングローブ、日本では全部で7種類確認されてますが、実はここ西表島、この7種の全てを見ることができる日本で唯一の島なんですね。ここ中野川では5種類が見られるとされてますが、今日はその中でも代表的でなおかつ見分けやすいものをいくつかまとめてご紹介していこうかと思うんですが、早速右手だと前方もそうですね、皆さんがマングローブと聞いて真っ先に連想するタコみたいな形の木、たくさん生えているのが分かりますか？こちらが八重山ヒルギというマングローブですね。ヒルギってちょっと聞き慣れないと思いますけど、古来の琉球王朝でマングローブのことを指していた名称なんで、名前の意味そのままですね、八重山のマングローブとなります。ここ八重山の名を関するだけあって、西表で最も数が多いのがこの八重山ヒルギです。7種のうちこれ1種類で島のマングローブ半分を占めますね。このタコ足状に伸びているのは、これ実は、ね、木の幹じゃないんです。根っこなんですね。マングローブの生育するエリアというのは、潮が満ちているときは当然海水が、潮が引いたときでも今度酸欠状態の泥が地表を覆うため、他の植物のように根っこを使って地中の酸素を吸収するのはちょっと難しい状況です。窒息しちゃうんですね。そこでマングローブ各種はご覧のように潮が引いたとき根っこを空気中に露出させ、そこから酸素を取り込むことができます。こういう根っこ呼吸に使ってるんで、そのまんま呼吸根っていうんですけど、八重山ヒルギの呼吸根ね、こうやってタコ足状に張り巡らせて大きく育った体を支える役目を持っていることから、こちらは支える柱の根と書いて支柱根と思いますね。ちなみにこの支柱根、体を支えるのと呼吸以外に光合成にも使えるめちゃくちゃ便利な根っこです。この島で最も繁栄できたのもこの根っこの繁栄性の高さのおかげかもしれないですね。ご覧のようにマングローブ各種って根っこの形すごい特徴的なんですよ。マングローブ実は木本体よりも生地根を見る方が、ね、一番分かりやすかったりします。でも逆に言うと、潮が満ちて水位が高い時、あれらが全て水没するのでいつもより見分けにくくなっちゃうんですけどね、これから紹介するのは潮満ちてようが引いてようが関係なくても一番分かりやすいマングローブです。それがね、両脇に生えている背の高い木です。こちらオヒルギというマングローブですね。オヒルギっていうのは丁寧語ではなくてオスのヒルギ、オスのマングローブという意味で、ご覧のように背が高くて色も黒っぽいんでね、男性的だということで名付けられました。これとは逆にね、メスのマングローブっていう意味、メヒルギっていうのもあるんですけど、こちら背が低くて色も白っぽいのでね、女性的だということで名付けられましたが、もちろんオスメスの関係はないです。別の種類のマングローブですね。このオヒルギね、まっすぐ高く伸びるのが最大の特徴なんですけど、もう一つ見逃せないポイントが、この木すごく硬くて重いんです。普通の木、川に倒れても流木となり海まで流れていっちゃいますけどね、オヒルギはこれ右側ご覧の通りです。重すぎて川底から浮いてこないし、なかなか流されないんですね。なのでまっすぐ伸びるからといってこれでイカダを作っても何の役にも立ちません。もう一瞬で沈没します。昔建物の建築材として重宝されたようですね。まっすぐ伸びて硬くて丈夫ということでね、家を作るにはちょうど良かったんだと思います。ここ西表島、八重山諸島の中でもとりわけ山と川がすごい多い島です。例えばお隣黒島、小浜島なんかがそうなんですけど、山が少なくて平坦フラットな島なので、例えば星を見るとかだとね、視界を遮るものが少ない分ここより綺麗に見える日もあるかなと思うんですけど、逆に言うと昔山が少ない分木材があまり取れなかったんですね。そこでそんな時は西表の山の木、川のマングローブを切り出し、船でそれぞれの島に運んで家を作っていたんですね。
なので八重山諸島でね、今でも皆さんが生活を続けられているのも、実は元をたどるとこの島の植物たちのおかげだったりします。ちなみになんですけど、このおひるぎについては皆さんね、1回ぐらいは身近なところでご覧になったことあるかなと思います。ホームセンターにバーベキュー用の木炭が売ってます。原材料にマングローブって書いてるのがありますけど、このおひるぎを使ったものも結構多いんですよね。あの高級な炭で備長炭ってありますね。あのウバメガシっていう木を使った硬くてすごい長く燃える木なんですけど、あの木ね、硬いのは中身がぎっしり詰まってるからです。このおひるぎも重いということはそれだけ中身が詰まってるわけです。木炭の原料として相性がいいんですね。しかし日本のマングローブもすべて伐採が禁じられている保護対象なので、お店で売っているのはもっぱら東南アジアなどからの輸入品が主流となってます。で今度左にねおひるぎ近づいてきたんですけど、今度も根元見てください。この辺りちょっと見にくいですね。もうちょっと先ですね。根元奥の方までコブ状のものがボコボコとね突き出てるのが見えてくると思います。ちょっといっぱい生えてて不気味でもありますけどね。これがねおひるぎの根っこです。形あんまり似てないですけどね、八重山ひるぎのタコ足状の支柱根と一緒、空気中から酸素を取り込むための呼吸根ですね。おひるぎの呼吸根、よく見ると上がこう丸まってて、人が膝を曲げた時のような体育座りのした時のね膝のような形に似てるということで、こちら膝の根と漢字で書いて膝根とも呼ばれます。でこのおひるぎと最初の八重山ひるぎの2つが西表を代表する2大マングローブとされてます。7種のうちこの2種類でね、島のマングローブ8割前後占めるとされてます。最近ね、テレビでこの西表の自然やマングローブ紹介される機会増えてきたんですけど、今後旅行帰った後にね、そういえばこの間旅行行ってたけどこのマングローブ種類わかるって聞かれた時は、八重山ひるぎかおひるぎかなって答えられれば8割ぐらい渡ると思うんでね、よかったら今日この2つだけでも覚えて帰ってください。このおひるぎ、八重山ひるぎと比較して海水塩分への抵抗力が弱いっていう結構明確な弱点があるんですけど、代わりに背が高いので日光をたくさん浴びられることから、日当たりが悪いところでも成長できるっていう長所を持ってます。これ今右見てもらうとめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。川の内側、つまりより海水の影響を強く受けるところには、背の低いタコ足の根っこを伸ばす八重山ひるぎがずらっと並んで生えていて、そのちょっと後ろです。どんどん陸に近づくにつれ海水の影響力が弱まってくると、一転して背の高いおひるぎばっかり生えてるのが分かりますか？ご覧のようにマングローブ各種は自分の長所や短所を生かすことによって種類ごとにある程度住み分けをすることができるんですね。まあ、いわゆる適材適所というやつです。まあ、これだけ同じ種類ばっかり固まって生えてるんでね、これもともと誰か植えたんですかとか、これ、ね、店長さんのところで手入れとかしてるんですかって聞かれることがあるんですけど、あの僕らはね一切手を加えてません。というよりそもそも手を加えられないんですね。なぜなら仲間川流域のほとんどは天然保護区に指定されているからです。言い換えれば川そのものが天然記念物なんですね。なので木の伐採なんかもってのほかですしね、ああいう倒木、あれ動かすだけでも国の許可が必要なほどすごい規制が厳しいんです。ちなみにここからもうちょっと先に行くとさらに規制が厳しいエリアに変わります。生きた動植物の採取はおろか、葉っぱ1枚勝手には持ち出せません。逆に言えばそれだけ自然が大事にされている特別な空間にこれからお邪魔していくわけですね。はい、もうちょっとしますとね、右手前方ちょっと変わった形の木が見えてきます。これねマングローブではないんですけど、根っこの形がちょっと屏風みたいで白っぽい色をした木が見えてくるんですよ。ちょうどあれがそうなんですけどね、あれがサキシマスオウの木です。スオウの木までが正式名称です。クスの木と同じですね。まあ、これはいわば予告編みたいなもんです。これからこれのもっと巨大なのを見に行くんでね、あ、これの大きいやつがあるんだなってイメージを膨らませる見本ではちょうどいいかなと思うんで、あの無理してお写真撮らなくても大丈夫ですよ。この木が樹齢60年ぐらいなんじゃないかって言われてるんですけどね、これから見に行くものが日本最大、樹齢約400年とされてますね。どれぐらい大きいかはついてからのお楽しみです。2本あるさん、分かりましたか？あの額の下に細長いの2本ぶら下がってました。あれがね、マングローブおひるぎの種ですね。
そうしますとね、右側の景色が急にガラッと変わりました。今度マングローブに変わって見えてきたのが、くねくね曲がった木の幹に細長い葉っぱを放射状に伸ばしたちょっとヤシの木みたいな姿の植物、こちらがね、アダンと言います。このアダン、パイナップルそっくりの実をつけるんですけれども、そっくりなのは見た目だけです。味の方は似てなければなんなら美味しくもないです。ただ意外とね、ここ西表にはアダンの実を好む生き物って多くて、例えばヤシガニやオカヤドカリ、あとカラスや昆虫、いろんな生き物がアダンの実を食べにやってきます。で、夜になるとね、その昆虫を食べにヤモリが来て、ヤモリを食べるヘビが来て、運が良ければさらにそれを食べるヤマネコがやってきて、というようにね、アダンの森の周りはいろんな生き物を観察できるおすすめのスポットです。森に住んでいるある動物、先に言っておきますね、ヤマネコではないんですけど、皆さん何かわかりますか？それがね、イノシシなんですよ。西表島には琉球イノシシという最大でも 40-50 キロぐらい、ちょっとちっちゃなイノシシいっぱい住んでます。毎年11月15日から3ヶ月間、2月15日までが狩猟期間とされてます。冬場のイノシシってシイの実とかね、ウラジロガシとかこういうどんぐりばっかり食べるんですね。で、その影響でお肉に脂が乗って、その脂がまた甘くて黒すぎず、めちゃくちゃ美味しいお肉になるんですよね。まあ、言うなればね、勝手にイベリコ豚みたいなお肉に仕上がってくれるわけです。昨年と言われてます、秋島周防の木をご覧になってきてもらうんですけど、ここでもちょっと注意事項があります。まずはじめに、この船実はね、ブレーキがついてません。なので、あそこに止めるにはできる限りスピードを落として頭から突っ込む必要があります。大きな衝撃はいかないように頑張りますが、万一に備えて合図があるまで必ず座ってお待ちください。上陸先もね、禁煙です。ご協力お願いします。で、周防の木の周り、柵で囲ってます。決してそれは越えて先に行かないでください。もう柵もね、足元、床もね、だいぶもう古くボロボロになってます。うっかり踏み抜いたり壊れてね、こう怪我をしかねませんので、くれぐれもご注意ください。お時間約10分取らせていただきますのでね、お時間またアナウンスします。それまでにお戻りください。お荷物置いてってもらって大丈夫ですが、貴重品だけは必ず各自でご管理のほどお願いいたします。それでは着岸態勢に入ります。もう少々座ってお待ちください。はい、それでね、無事に着岸成功です。今僕の時計がですね、ちょうど1時ぴったりを指してますので、じゃあ10分後、1時10分にながらえてきたのはね、ある意味奇跡と言ってもいいのかもしれないですね。で、さっきのスモノキ、実はね、もう一種類別の植物